はい、皆さんこんにちは、 H3F です。今日の動画はこのチャンネルにある GPS 全面展望とは一体何ぞやということを解説します。これは当チャンネルにもありますが、いわゆるバーチャルツアーとは異なっていて、実際に乗り物に乗車し GPS ログを取り、そのログをもとに Google Earth にかけて生成した全面展望映像のことです。これはコロナ禍において強くなった車内での撮影規制により、通常のプライバシー処理では撮影許可がされにくくなっていることに対応した方法として考え出しました。この作り方は現地撮影では次の3つの機器でそれぞれ要素ごとに同時に記録をいたします。その3つとは、 GPS ロガーで軌跡と車両速度を、 IC レコーダーで音声を、そしてアクションカメラで側面展望を補助的に撮影します。次に全面展望映像の生成を行います。 GPS ロガーで撮った軌跡を Google Earth にかけて全面展望映像を生成し、さらに別に撮った速度から速度計を生成してこの動画に重ねて全面展望映像のソースビデオができます。次は編集です。この段階で初めて別々に撮影した全ての要素を同期させて重ね合わせます。さらにテロップ等を挿入して動画が完成します。ここからはこれまでに発表した動画からハイライトシーンを切り抜き映像としてお送りいたします。皆様お楽しみください。105系統が下道行きです。発車します。ご注意ください。
本日はご視聴ありがとうございます。